皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです、今日はお昼からスタート。朝ちょっとバタバタして何も撮れませんでした、で本日の我が家の定点観測、基礎の片枠取れて、今日は埋め戻しですね、土の。なんで左側からずっと土をね埋めていっておりますね。なんとなく部屋割り見えてくるかな。はい、本日のお昼ご飯は先日イオンの北海道物産展で買った焼きそば弁当、まだ残ってますのでいただきたいと思います。今日はうま塩。蓋を開けるとね、中にはこんな感じで液体ソースと火薬とスープの素、このねこいつを湯切りするときに使うお湯でスープが作れるんですね。で、その隣にふりかけがついております。はい、お仕事終わりました。で、家帰ってきて、なんか、この炊飯器からすげえいい匂いがしている。なんだろう。母ちゃん今ちょっと出かけてるんで、開けると怒られそう。母ちゃんが、健康診断終わって帰ってきました、それではこれ何？タコ飯。タコもらったからね。オープン。オープン。わっ。おお。すげえいい匂い。水加減ね、どうだろうね。腹減ったんでとりあえず食べてみよう。めっちゃ腹減った。そして夜ですが味噌汁。ね、大根をね買ったで。味噌入ってるこれ。今からです。今からか。もう先に大根柔らかくね。しておいた。とりあえず父ちゃんは腹が減りました。はい、タコ飯、めっちゃいい匂い、うまそう。愛ちゃん、おた気持ち悪い。気持ち悪くないよ。美味しいよ。はい、本日のスパサラは明太子が入っております。ちょっと変わってる。明太子どうなんですか。うん。これはうまい。味噌汁が完成。いただきます。ああ、いいわ。はい、本日も一日終わりました。明日はね、久しぶりのゴルフでございます。で、今日はね、こちらがまた届いております。ちっちゃい箱になりますが、相変わらずピントが、やっと来たね。これですね。まあ、開けてみましょうかね。ちょっと完全にメイドインチャイナ。まあ、ローニー S の部品になりますね。まあ、先日のバック散歩について、まあ、昨日動画出したわけですが、それでね、まあ、久しぶりにまた、ローニー S を引っ張り出してきて、ジンバルを使ってね、撮影して、しんどかったけど、まあ、楽しいんで、てか、これどうやって開けんだ？ここ、ハサミ入れるって書いてあるけど、開かねえな。いいよ。まあいいや。ちょっと破いていきましょうかね。はい。で、まあ、それについて、スモールリグの部品を今回は購入しました。来い。来い。真ん中ですよ。はい、来た。スモールリグの部品を今回は購入しました。で、これね、つけておくと何がいいのかっていうと、これね、クランプです。で、裏側見ると、ネジがね、3つあるんですよね。1、2、こっちか。1、2、3とね。で、この向きと、この向き、縦横、両方つくんですね。で、かつ、このね、GH5。こいつを、アルカスイス互換なので、今ね、GH5 の底面についているピークデザインのデュアルプレート。こいつがあることによって、シャキンと入るわけですよ。どうですか、これ。よくない？これ。取り付けがね、付け外しがね、めちゃめちゃ楽になるアイテムになります。結構安いんですよね。で、まあいろいろね、パーツは出てますが、あと入ってるのはネジと、ヘキサゴンレンチになるんですが、ヘキサゴンレンチ入れてもこれしょうがねえべ。ね、これネジ見るとわかるんですけど、こっちのコインで締めるタイプになってるんで、何のためにこのヘキサゴンレンチが入ってるのか、あ、ここかな。ここの中が六角形になってるので、ここね、この中が六角形になってるんで、ここを締めていくのかもしれないね。でも、今までの僕の経験上、このね、ギュッて手で締めれば締まる。で、あとこれいいのが、メモリがついてるんですよね。ここに。なんで、こう、単焦点レンズであれば、伸び縮みしないので、一旦決めてしまえばね。で、メモリの位置を覚えておけば、しっかりそこで固定できてしまう。なので、バランスもね、とかメモるか、まあ、なんかこう、よくやるのがテープ貼ったりね、そういうことをして、一回決めてしまえば、そこにぴったり合わせておけばね、あとは楽。で、本当に動きも、まあ、安定のスモールリーグなんで、いいですし、行ってもそんなに重量増えないので、まあ、いいんじゃないかなと思います。ちなみに、ここにね、ネジ穴切ってあるんだけど、何に使うんだろうね、これ。多分、ローニン S だと、こういう向きにはね、つかないはずなんですよね。こういう向きでつけてしまうと、こっちサイドに、こう L 字が、ちょっと今閉まっちゃってるんであれですけど、こういう感じでね、フリーになるので、こっちサイドになると、もうここ、アームが入ってきてるんで、多分こういう向きではつけられないので、こういう向きで、つけることに、まあ、他のね、ジンバルにもこれ対応してるパーツなんですけど、こっちの向きでしかほぼつかない、作りになりますが、なんでこっちにね、ネジ穴切ってあっても何に使うんだろう。まあ、前側はね、なんかいろいろつけることは多分できるんでしょうけど、こっちの2つはね。それにしてもネジが、穴がちっちゃい。ので、で、こっち側は邪魔になるだけ。まあ、こう、縦につけるときはね、また別の取り付け方法になってくると思うので、またそれはそれで使い道が出てくるのかな。まあ何にせよこれでね、またジンバルのパーツが増えてね、これからもいろいろ使っていきたいと思っておりますので、バック散歩また協力していきたいと思っております。それではね、今日はこのスモールリグのクランプパーツを購入しましたという動画でございました。ピンとくるかな？あ、来たね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.